ハレルヤ、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 アメン。今日も私たち神の家族共に集まり礼拝できるこの特権と恵みを心から感謝いたします。メン、私たちの生活の中にこの1週間喜びはありましたでしょうか。私たちの中に感謝はありましたでしょうか。アメン。その生贄が私たちの神の御前に今日立ち上ることを心から感謝いたします。聖書を見ますと、感謝は賛美の始まり、感謝をしつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、そのように聖書は言っています。ですから私たちは今この時、私たちの感謝を主の御前に捧げていきましょう。私たちが感謝する時、ここに喜びが満ち溢れます。私たちが感謝する時に主を見上げることができます。今それぞれの口の告白を持って主の御前に感謝を捧げていきましょう。あなたを礼拝します。今日もあなたを礼拝できることを感謝いたします。やきあららら、すべての恵みを感謝いたします。やきあららら、今日も生かされていることを感謝いたします。やきあららららら、感謝の生贄を今主の御前に私たちを導いてください。あなたご自身へと、やきあららららら、主の御前に感謝の告白を、ラララ捧げます。やきあららららら、
を知ってから愛されてる喜びを私が与えられ生かされているこの恵みを感謝いたします。今日も私たちのうちに主あなたの恵みが十分に注がれていることを感謝いたします。主あなたは私たちを罪から泥沼から引き上げてくださり、その十字架の贖いをもって神の子としてくださったことを感謝いたします。すべての恐れ心配悩み、それらのものは私たちのものではないことをイエス・キリストの御名によって宣言いたします。すべては十字架の上で贖われ、私たちは神の子供として歩む者として召されていることを感謝いたします。今一度私たちに十字架を悟らせてください。私たちはどこから引き上げられたのか、どれほどの愛を持って私たちは変え取られたのか、今しようこの私たちのうちにあなたの深い愛を注いでくださいますようにお願いいたします。今日私たちのこの礼拝の中でますますあなたの十字架を見上げ、あなたの十字架を悟らせてくださって、あなたの愛の中で作り変えてくださいますようにお願いいたします。今
しばらくイエス様の十字架を見上げてそれぞれ礼拝を捧げていきましょう。おー焼きあらららら、おーイエーイエスキャラララ、心からの感謝をあなたに捧げるだけ、ありがとう、あなたの打たれた傷により、ありがとう、私は癒された。もう一度、あなたは、あなたは私の病を、痛みを担われた、お私の罪とがのために砕かれ差し通された。もう一度、あなたは、あなたは私の病を、痛みを担われた、お私の罪とがのために砕かれ差し通された。あなたの愛の、あなたの愛の技に私は何が返せるだろう。ただ心くただ心からの感謝をあなたに捧げるだけ、ありがとう、あなたの打たれた傷により、ありがとう、ありがとう、私は癒
の愛の技に、私は癒された、私は癒され、私は許された、私は許された。主、あなたの終わりなき愛を感謝いたします。私たちを見放さず、私たちのことで諦めることなく、救うだけではなく、その完成と至らせてくださるイエス様、あなたの御名に私たちは信頼いたします。真実なる主、完成と導かれるお方、今日も死だけでとどまらず、復活の力を持って今日も右の座において、私たちのために取りなしをされているお方、イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。今日あなたのその御名を、あなたの栄光をさらに再礼拝させてください。ホーリアスケララララ、見えます、見えます、輝く光に満ちて、神の右に立つ主、あなたは人のため、見えます、死の力を破り、勝利に輝く主、あなたは祈られる、
は栄光、勝利力とはにある救い、主は栄光、勝利力とはにある救い、私たちは褒めたたえる、あなたの御業を。Yeah.
ハレルヤ、死の力を打ち破り勝利を収められた主イエス、我らの贖い主、我らの王、我らの救い主、その皆を褒めたたえ感謝いたします。今日この場所で私たちは主の名を高らかに掲げ、主に褒め歌歌い、主に感謝捧げ、そして私たちは主の勝利を宣言いたします。死に打ち勝たれたお方、この世にすでに打ち勝った主、その名を高らかに掲げ褒めたたえ、私たちは今この場所において勝利宣言を待って、イエスが王であること、イエスが勝利者であること、イエスが全ての主権者であること、そのことを告白したいと願います。共に私たちは、例えばサッカーでも野球でも自分が応援しているチームが勝利したなら、もう血が揺れ動くほどのその勝利の雄たけびを上げます。その勝利の宣言、勝利の雄たけび、それが聖書の中ではハラルという言葉が使われています。それはもう血が揺れ動くほどの叫びの賛美、それがヤハウェなる主の名と結びつき、ハレルヤ、その叫びになりました。今私たちはそのハレルヤ、その言葉を持って、この地が揺れ動くほどの主の勝利宣言したいと願います。主はこの国の王であり、また全地の主であられることを感謝いたします。共に心からのハレルヤ叫んで、主の名を褒めたたいてまいりましょう。はい、ハレルヤ、もう一度盛大な拍手をイエス様に捧げてまいりましょう。アメン、感謝いたします。主の喜びと感謝を持ってお互いに祝福する時間、シャローム、お互いに宣言を持って祝福したいと願います。ハレルヤ、感謝いたします。今日のこの礼拝の中において、本当にイエスの主権、本当に主の勝利宣言、賛美の中でその思いが与えられました。この感謝の捧げ物も勝利宣言として私たちは捧げたいと願います。本当にいつも不足、そして本当にこの貧困、貧しさ、それに追われている、そのようなですね、経済状況の中、また本当に霊的な状況の中にあるかもしれません。しかしこの贖いの中には経済的な贖いも含まれていることを感謝いたします。第二コリントの手紙を続けて読んでみてください。またテモテの手紙、ピリピの手紙、キリストの貧しさを通して私たちが豊かになった、そのことが約束されていることを感謝いたします。
イエス様の十字架は私たちを霊的にも魂においてもまた物質的にも豊かに満たす、そのすべての呪いを取り除き、そしてすべてのもともとエデンの園にあった主の豊かな供給、それを与える、その回復の力、贖いの力があることを感謝いたします。それですので、この今日の捧げ物を勝利宣言、私は経済の領域においても打ち勝った、貧困とその呪いに打ち勝つことができる、イエス・キリストの十字架の贖いを通してそのことがなされたことを感謝いたします。また惜しみながらではなく豊かに捧げることを通して貧困の鎖を断ち切っていきます。その勝利宣言として今日捧げるその捧げ物を主の御前に捧げたいと願います。主の御前に掲げてください。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。私の手に捧げるこの種を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、この種をあなたご自身の信仰の種として用いてくださることを感謝いたします。今私たちはこの捧げ物を持って宣言します。貧困の力、呪いの力、私たちの人生を取り囲む全ての闇の力はイエスの皆と権威によって打ち砕かれることを宣言する。その貧困の鎖から解かれて、私たちは豊かな恵みを受け継ぐ、天の御国の絶えることのない供給を受ける、神の国の相続者として歩んでいきます。主からの本当にこの恵みを感謝いたします。また今日10分の1を捧げる人々の上に、主よ、マラキ書にもはっきりと約束されてますので、そのことは必ずなります。天の窓が絶えず開かれ続けますように。恵みの雨が降り注ぎ、それぞれの働き、歩み、健康、ビジネス、ミニストリー、それが不作にならないように、イナゴを叱りつけ、主が守りの城壁を一人一人の家庭に、歩みに置いてくださることを感謝いたします。また祈りの家に捧げる人々の上に、主よ、あなた様に嘆願し願い求め、主よ、心から求めます。どうか祈りの霊を注いでください。この一週間も新しく祈りの霊で満たしてください。主が天の窓を開き、祈りを助ける御使いたちを使わし送ってくださることを感謝いたします。すべての恵みの源であられる我らの主イエス様の名前を通し感謝を持ってお捧げいたします。アメン。私たちもこのイエス・キリストにあって圧倒的な勝利者であることを告白します。宣言します。経済にもまた悪にも、私たちは病にも貧しさにも
勝利しました。アメン、感謝します。ハレルヤ、いくつかアナウンスしたいんですけれども、ここから事務的なことをつらつらと申し上げて申し訳ありませんが、ですね、まずですね、今後の予定です。9月の12日今週の土曜日はですね、クリスタルビーズのコンサートがこの場所で持たれますが、ですね、無観客配信、生配信コンサートという形を取らせていただきますので、よろしくお願いいたします。14時からです。パソコンを開いてですね、ぜひ見てくださればと思います。よろしくお願いいたします。またですね、9月の19日はネクストジェネレーション礼拝がこの場所で持たれます。土曜日の夕方5時ですね。よろしくお願いいたします。メッセンジャーは野崎匠兄弟となっています。よろしくお願いします。すごいですね、もう野崎匠というだけで拍手が起こる世界に突入しました。はい、またですね、9月の26日土曜日は月に一度のゴスペル礼拝がこの場所で夕方5時から持たれます。よろしくお願いいたします。またですね、毎週申し上げていますが、新宿街道、また大久保街道のものもそうなんですが、もしですね、私物があれば持って帰っていただければと思います。両方の新宿街道を手放しますと、物品が必ずこちらの方にたくさんやってきます。で、置き場所がないんですね。なので置き場所の整理をいたしますので、私物で引き取り手がない場合はですね、こちらの方で処分させていただくこともありますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、第3礼拝での照明の奉仕者を募集しています。もしですね、照明やってもいいという方、技術等はいりません。ただコミットしてやるというですね、やる気が大事です。私の方にお声かけいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日聖餐式がございますが、聖餐式の時にですね、今まで片手を出して、そして奉仕者がそこにポトッと落としていくというスタイルを取っていたんですけれども、どうしてもですね、片手に乗るのかどうか怖いということでですね、配る人がですね、手を近くまで近づけてしまうんです。そうすると触れてしまって、あまり意味がないことになってしまうので、今週ですね、パンを配る時に両手でこうキャッチしていただけたらと思います。そしたらですね、もう奉仕者配る方もですね、安心して高いところからというふうにできるのでですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、アナウンスは以上です。慎吾先生、よろしくお願いいたします。ハレルヤ、感謝します。私一生褒めたたえ感謝いたします。真島先生のですね、先ほどの説明を聞いて思い出したんですけど、数年前ですね、この場所はゲームセンターだったんですね。そして皆さんが座っているところ、ほとんどあったのはですね、 UFO キャッチャーがあったんですね。数年前は UFO キャッチャーだったんですけど、今はですね、今日は皆さんパンをうまくキャッチして落とさないようにですね、配ることができたらと願いますので、ぜひですね、ご協力ください。よろしくお願いいたします。廊下におられる方はですね、申し訳ないんですので、後ろ空いてますし、詰めて横椅子持ってきてもいいと思いますので、勝手にいいって言っていいのかわからないんですけど、廊下で礼拝されるのも申し訳ないので、もし中に入ることができたらですね、よろしくお願いいたします。感謝いたします。では今日も喜びを持って感謝を持って御言葉開いていきたいと願います。第一テサロニケの5章16節から19節第一テサロニケの5章16節から19節ご一緒に、この御言葉続けてですね、この時期に私たちはこの御言葉を読んでおりますので、共に第一テサロニケの5章16節から19節前に出ますので朗読してまいりましょう。はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。アメン。この数週間かけていつも喜ぶ生き方、そして絶えず祈る祈りの生活、そして今日から感謝の生活、礼拝の生活、賛美の生き方、そのことを共に見ていきたいと願いますが、何度もこれを私たち見ておりますが、18節はすべてのことについて感謝しなさい、そのように記されています。これですね、聖書を研究して、そして本当に原文も熱心に研究しておられる先生がいます。ギリシャ語4週間という本もですね、ヘブル語4週間という本も出しておられる野口先生、この先生ですね、本当に言語において一生懸命研究しておられる素晴らしい先生です。もしヘブル語を学びたい方ですね、その先生が記されたヘブル語4週間、本当にその本だけでも簡単にヘブル語を読むことができるようになりますので、お買
い求めしてみてください。その野口先生がですね、私が聖書学校行ってた頃の先生の一人でした。この場所からもう何度も何度もメッセージを語り言ったのは、これがではなく、もうこの訳はもうこれこそがと訳してほしい、これこそがなんだと。そしてこのこれこそがキリストイエスによって神が願っておられること、望んでおられること、その言葉はもちろんいつも喜ぶ、絶えず祈るということにもかかっている。でもこの原文をどんどん読んでいくと、私はもう全てのことについて感謝する、これこそが、もうこれこそは全てのことについて感謝するに特にかかっていると。それですので、全てのことについて感謝する生き方は主の願いの真ん中を生きる生き方であることを覚えたいと願います。すなわちそれは礼拝者としての生き方であり、私たちが本当にこの地上に置かれ、召され、作られた目的は神を礼拝するために、そして本当に神を喜ぶために作られたことを感謝いたします。以前から何度もこのことを分かち合いますが、例えばですね、作られた目的以外のもので私たちがそれを使用するなら壊れます。この祈りの家に来ると夜中の1時にですね、イベントが起こるんです。何が起こるかというとですね、本当に集中して祈っていると突然本当に驚くんですね。毎回毎回忘れるんです。そして毎回驚くんです。主の再臨が来たのか、または何か敵のアタックが来たのか、とにかくすごい音でですね、自動の掃除機が動き始めるんです。ふーん、もう一体何が起こったのか、集中して祈ってると本当に特にですね、急に動き始めるので驚きます。ではこの掃除機、ゴミを吸うためにあります。しかしその掃除機でですね、お風呂の水を吸い込むなら何が起こるんでしょうか。壊れます。吸い込めないことはありません。しかし吸い込んでいると、それは本来作られた目的でないので壊れていきます。なぜ私たちの人生がストレス、悩み、圧迫、囚われ、そして人生が本当に壊れていってしまうんでしょうか。それは作られた目的以外のものに人生を用いているからです。私たちは神の喜びとして作られました。主は私たちを作った時に顔をしかめながら、ああもうなんで人間作らなければならないんだ、いやいやながら作ったんですか。そんなことありません。箴言の8章を読みますと、神の御言葉であられるイエス様がこの天地を父なる神と共に作られた、その姿が記されています。そこには喜び楽しみながら人の子らを作った、そのように記されていることを感謝いたします。それですので、私たちはまず第一に神の喜びとして作られました。神に喜ばれ、そして神を喜ぶ存在なんです。それですので、礼拝の中に生きるとは何かというと、神の作られた目的の真ん中を生きることです。それですので、私たちの人生の中に神様のご計画が進んでいくようになります。逆に不満、不平、つぶやき、これは神の計画を閉ざします。出エジプトしたイスラエルの民から、何度も何度も聖書の中においてはそれを教訓としなさいと述べています。何でしょうか。彼らは不平不満つぶやきをいつも口に出しました。それですので、最低でも40日ぐらいで行くことができたエジプトから約束の地の道のりを、なんと彼らは不平不満つぶやきを言ったがゆえに、約束の地が閉ざされ40年間荒野をさまよい、結局約束の地に入ることができないまま彼らの人生は終わっていきました。主は私たちに計画を与え、ことを行う力を与えてくださることを感謝いたします。フィリピの手紙の中には、御心のままに志を与えて、そしてそれを行う力をも与えてくださる、これは神様の責任です。では私たちの側の責任もその直後に記されています。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい、これは私たちの側の責任です。それですので、この口が不平不満つぶやきではなく、感謝と賛美に満ちること、これこそがキリストイエスにあって神が私たちに願っておられることであることを感謝いたします。それですので、これから3週かけて私たちは礼拝者としての生き方、礼拝者としての歩み、それを見ていきたいと願います。先週も見ましたが、創世記の2章15節、はじめに私たちが作られたそのデザインを見たいと願います。創世記の2章15節、人に与えられた働き、人に与えられた使命、それはとてもシンプルでした。創世記の2章の15節、ご一緒に朗読していきたいと願います。はい。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。先週は先にこの後半の方を守らせた、
見張り人としての役割ということを見ました。今日はこの耕す、アバドというヘブル語が使われていますが、これは耕すだけではなく奉仕する、使える、または礼拝すると訳すことができる言葉です。人は礼拝者として作られました。それですので主のことを知らなくてもみんな礼拝します。例えば文明が入っていないこのジャングルの奥地、またその他文明の入っていない地域に行ったとしても、また今までの時代の中においてあ本当にこの文明が発展する前の時代も、人々の中には絶えず何かを礼拝するっていう心がありました。それはなぜでしょうか。本来私たちは礼拝者として作られたからです。アダムとエヴァの罪のゆえに、それらを神を礼拝するというその主への礼拝が失われてしまいました。それゆえにそれぞれがそれぞれに願うものを礼拝するようになったのです。しかし人の心の中には何かを礼拝したいという願いと上書きがあることを覚えたいと願います。イエス・キリストを通してその誠の礼拝が我らのうちに回復されることを感謝いたします。日本人はですね、本当にこの無宗教、多くの人々は宗教を好きではない、そして何かこう信仰を持っていないと言われてるんですけど、日本人が一番礼拝しているものなんですか。はい、日本の中で一番メジャーな礼拝、もうほとんどの人が礼拝してます。はい、もちろん日本だけでなく世界中の人がしてますけど、お金礼拝です。拝金主義ってありますよね。皆さんこれももう立派な礼拝です。なぜですか。イエス様は三条の水句の中でお金は神であるってことを言っています。神にも使え、富にも使えることはできないと。そこで使われている富っていう言葉はマモンですね。マモンっていうのはお金を支配する神です。それは旧約聖書において金の子牛として出てきます。なので今でもウォール街に行ったり、また経済を司るところに行くと、その入り口には必ず牛の像があります。象徴的な姿です。その経済を支配しているのはマモンという神であるということを物語っています。それですので私たちはいろんな宗教に入らない、本当に何かこの霊的なもの関心ないと言ったとしても、多くの人々が礼拝している、それはお金であり経済であり欲望であり、全ての見える偶像は実は自分の内側の欲望が形になって現れただけのものです。何かを礼拝して生きるために人はこの礼拝したいという上乾きを持って人は作られました。それは本来私たちを作ってくださった創造主を礼拝するために与えられた上乾きであることを覚えたいと願います。それを主のために礼拝するとき、この礼拝を主のために用いるとき、私たちが創造されたその創造の目的の中を生きることができます。それですので私たちの中に礼拝の歩み、礼拝の生き方が回復していきますように、この3週かけて私たちは礼拝者として生きること、礼拝者として歩むこと、そのことを見ていきたいと願います。主が求めておられる礼拝者というと、多くの方々はすぐ一つの箇所が思いつくと思います。それはヨハネの福音書の4章23節から24節。主がどのような礼拝者を探しておられるのか。主は礼拝者を求めておられる。礼拝する者たちを探しておられる、そのことを見たいと思います。ヨハネの福音書の4章23節から24節ご一緒に朗読していきましょう。はい。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって、では私たちが礼拝者として生きるためには霊と誠が重要である。そしてそのように霊と誠によって礼拝する礼拝者を主は真の礼拝者と呼び、父はそのような礼拝者を探しておられる。イエス様はそう言っておられます。今日は特に私たちがこの礼拝者として立て上げられる基礎、それはこの2つ、霊と誠によって私たちが礼拝者として立て上げられていく。もっとシンプルな言葉で言いますと、祈りと御言葉を通して私たちは礼拝者として立て上げられていきます。で、私たちが霊に満たされるためには祈りの生活がとても重要な歩みとなります。この9月のシーズンチャレンジを受けて、
この断食をしている方々もですねおられると思いますけど、ぜひ天候が変わりやすいシーズンの中にありますので、この断食は十分な栄養補給というのをですね忘れないでください。水分だけではなくて必ずですね何か栄養を共にとって、特別な導きがない以外ないある場合以外はですね必ず栄養補給、そして食事もこの取りながらですね、アテフ先生のチームが来られた時に断食の概念が覆されたんです。彼らですねもうこのシーズンは断食の季節ですので、もう断食のための準備をこのしなければならない、彼らの食事や食べ物全部飲み物全部断食の期間ですと。そして専属の方が来られて断食のための準備をしてたんですけど、かなり豊富に食べ物があったんですね。断食のシーズンなんですか？断食です。彼らの断食は何か限定的に食べ物を断つということですね。そのような断食をしています。でも週末には魚も食べることができるとかですね。こういう断食でもいいんだとですね。結構お腹いっぱい食べてる姿をですね、見たんですね。もちろんアテル先生自身は夜の時間一食食べるという断食をもう 長期続けておられます。でもその弟子の方々は結構豊富に食べている断食をですねしておられました。なのでぜひ皆さん、ただ苦しめることだけが断食ではありません。その断食はちゃんとですね自分の体も管理すること大切です。この無謀に水だけとか水も全部断つ、これはもう命の危険がありますので絶対にやめてください。栄養補給すること重要なことですね。飲み物だけの断食をされている方々ですね、朗報があるんです。私たち教会が本当に断食したり祈ったりそのことを愛しているので、この新宿街この大久保街道の近くにですね一つの店、少し歩いていったこの場所にですね店ができたんです。その店のタイトル見て衝撃が走りました。それはとんかつは飲み物っていうですねお店がオープンしたんですね。なんで飲み物断食されてる方、少し行けばですねとんかつ何のとがめもなく食べれます。とんかつは飲み物なので、これは飲み物だと言いながらですねまあそれはちょっと行き過ぎたはい、まあ、とにかくですね、本当にこの断食において、私は朝の3時に起きて4時に祈りに来ますので、朝の4時からそして夕方の4時までの断食っていうのですね、この昼の時間の12時間の断食をしてます。夜の時間は何も気にせず食べます。でもこの朝の時間からそしてこの夕方の4時まではですね、まあ、なるべく飲み物を中心とし、そしてまあそのようなですね栄養補給が必要な時には栄養を、何かカロリーが必要な時にはカロリーを、低血糖になるともう頭がこの本当にこの考えができなくなり、祈りにも集中できなくなる時もありますので、何か少しカロリーを取って食事ではなく何かそのようなですね生活をしながら断食の期間を設けておりますので、ぜひ皆様もできるなら1日1食抜くだけでも構いません。置き換えということも言いました。その1回の食事をたくさん食べるでなくバナナに変えるとかですね、ヨーグルトに変える、まあ、そのような置き換えでも構いません。とにかくこのシーズン9月の祭りにかけて私たちは断食をもって祈り備え準備していきたいと願います。アメン。そのように祈りの生活を通して何が起こるんでしょうか。本当に祈りの生活をし始めると、眠りの中においても断食の生活をし始めると、寝ている時にも聖霊様が動き働いておられるということを実感することができるようになります。以前にも言いました、初めに40日断食した時には本当に聖霊様の豊かな訪れということを経験したんです。ある夜はもうあんまりにも圧倒的な聖霊様の訪れがもたらされて眠れなくなったんです。涙があふれました。そして主よあなたを愛してますって言うと、主からの本当に耳元で語りかけるような声、私もあなたのことを愛してる。そしてまた私は言いました、主よあなたを愛してます。そうするとまた主から私もあなたのことを愛している。ただ横になっているだけなのに涙があふれて止まらなくなったんです。断食をするとき私たちの心は聖霊様に対して敏感になっていきます。そして本当にこの祈りの生活がまた新しい日を受けて進んでいくようになりますので、ぜひ私たちはこの霊に満たされる、聖霊に満たされる、そのために祈りの生活を続けていきたいと願います。
そのためにはですね、私たちは身を整え、心を準備し、そして身を慎んでいく必要があります。多くの人々はこの祈れないと思うんですね。本当に祈りの生活ができない。しかしですね、この祈りの生活っていうのはこの体の鍛錬と同じようにですね、毎日毎日続けることを通して私たちは祈りの、霊的な筋肉が出来上がっていくんです。そして祈りの場に入るとき、祈りに入ることができるようになります。そして祈りの時間をこの長時間持っても倒れない、そのような霊的な力を得るようになっていきます。いきなり何時間も祈れるわけではありません。それですので、ぜひ毎日10分20分祈ることを続けていこうではありませんか。毎日の生活の場が本当に重要な訓練の場となります。そして初めにもう答えを言いますが、私たちが礼拝者として立て上げられる、礼拝者として訓練される一番重要なトレーニングが毎日の生活の祈りと御言葉の歩みです。この基礎をなくしては、私たちは何かある時突然油注ぎがやってきたり、ある時突然爆発的に用いられるということはありません。どんなプロスポーツ選手も、またどんなミュージシャンも、基礎をしっかりとした人たちが活躍することができます。基礎を抜きにしては大きな働きはできないんです。私はですね、小学校4年生から6年生までの間、約3年間テニスを習ったんですね。そして週に1回テニスを習いに行ったんですけど、本当にですね、一切上手くならなかったんです。私のいとことともにですね、毎週土曜日行きました。でも未だにもうこの向こうのコートの四角の中に入れることさえできないんです。3年間も習ったんです。なぜかというと、基礎を全部無視したからです。私はいとこと一緒にテニススクールに行って、毎回することはどっちの方が遠く飛ばせるかっていう勝負をしたんです。力いっぱい、そしてフェンスをどれだけ越えるかっていう、もう全くテニスのルールと違うルールでですね、で先生がフォームを直します。そうではなくて、こっちの四角に入れなさいと言います。でも先生が打ったものに対して全力で打つんです。それを3年間繰り返したら一切上手くならなかったんですね。なんと驚くことに、3年間習って1回のラリーさえもできないんです。本当にですね、行けばいいってもんではありません。ちゃんとルールに従って基礎トレーニングしなければ上手くならないんです。同じように私たちも1週間に1回礼拝に来てるから大丈夫だと思わないでください。何年間も礼拝に行っている、だから霊的に成長している、そうではありません。基礎を毎日しっかりした人々が霊的な成長を得ます。クリスチャン歴の長さが霊的な成熟度ではありません。主の臨在の中にとどまった長さが礼拝、この霊的な成熟度です。それですので、たとえ救われて1年の人であったとしても、毎日毎日毎日祈りと御言葉の生活をし、主の臨在の中にとどまるとき、1年で驚くほどの霊的成長をします。たとえ何十年私たちがクリスチャンだと思っていても、ほとんど祈りも御言葉もその生活をしないなら、私たちは相変わらず霊的な幼子で あることがありえます。これはヘブルの手紙にはっきりと書かれています。いつまでも膨らました食べ物、いつまでも乳の入ったそのようなものを求めるのではなく、硬い食物を食べられるようになりなさい。硬い食物は十分に訓練を受けたものである。では硬い食物、皆さん御言葉をそのまま味わおうでありませんか。毎日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 この御言葉を噛むときに、御言葉を食べる能力が与えられます。このことも前も言いましたが、モンゴルに行ったときにはもうモンゴル3食肉が出るんです。驚きました。もう毎日毎日毎日肉が、そして私は2食肉を食べるともう胃がもたれてダメになります。もう肉見たくないと思うんです。でも彼らは肉を食べ続けるんです。だから体が信じられないほど大きいんですね。空港に行ってもこんな大きな体の人がいるのかっていうぐらい大きな体なんです。彼らはとにかく野菜も育たないので肉がメインの生活をします。ではなぜ肉を食べられるのかというと、0歳の時から羊の油を口に入れるんです。本当に貧しい地域なので食べ物もあんまりないんです。だからお菓子が羊の油なんです。そしてそれを子供の頃から噛み続けるので、肉を食べる歯が養われていきます。
モンゴル行ったことがあるって方どれぐらいいますか。はい、あ、ふみ姉妹ですね。はい、モンゴルのミルクティーっていうのはですね、ぜひ行ったら飲んでみてください。おすすめはあまりしませんミルクティーに羊の油が入ってるんです。そして甘くなく塩がメインなんです。もういっぱい飲むと胃もたれするようなですね、そのような寒い地域なのでとにかく油をいっぱい取ります。そして彼らは肉をいっぱい食べるので、まあ、日本でもこの相撲のですね、選手で本当にモンゴルの人々が活躍する活力があります。それらは肉を食べた結果与えられます。じゃあなぜかというと幼子の頃から肉を食べるんです。私たちはこの御言葉を朗読するときに、ああ幼子はまだこの御言葉は理解できない、実際的に年齢に子供小さな子どもたち、また救われたばかりの人たち、ああ御言葉きっとわからない、難しい、もっと基礎的なこと、教理的なこと、もちろん重要です。でも私はお勧めします。もし霊的に成長したかったら、救われたその時から御言葉を読み始めることです。理解できるから御言葉を読むのではありません。理解できなくても御言葉を読むんです。0歳の子が肉噛むときに理解しますか。あ、これはきっと羊の油で、これを食べ続けた結果僕は3歳になると肉を食べることができるようになる。理解してません。噛み続けた結果それを吸収し噛み切ることができる口が出来上がっていくんです。同じように御言葉も全部理解できなくても、救われたその初めから読み始めるときに御言葉を吸収する力が与えられます。御言葉を噛む霊的な顎が強められていきます。そしてその後には御言葉の悟りがやってきます。理解できるのを待たないでください。皆さん理解できるのを待ったら一生経っても御言葉を読む機会は訪れません。なぜなら御言葉を読んでも読んでも御言葉はあまりにも深く長く広く高く、それは人生かけて追い求めても追い尽くせないほどに恵みに満ちたものだからです。なのでぜひ私たちは御言葉を朗読し続けていこうでありませんか。この祈りと御言葉の生活基礎をしっかりとするとき、私たちの霊的成長は明らかなものとなっていきます。必ず私たちは霊的に整えられ立て上げられていきます。なのでですね、私がテニスを習っていたように一発のホームラン狙わないでください。教会に来て一回の油注ぎで何とかしよう、教会に来て本当に何か一回の大きな祝福で残りの人生生き切ろう、そのように皆さん一回の大逆転狙わないでください。とにかく地道にラケット振り続けた人が、地道に毎日の祈りと御言葉の生活をし続けた人が主の確かな約束を味わっていくようになります。それですので、この祈りと御言葉の生活が立て上げられていくということは礼拝者として整えられるためにとても重要な歩みであるということを覚えたいと願います。そこで初めにも言いましたが、多くの時間を祈ることはできなくても毎日10分20分その祈りの時間を私たち定めて、そして祈り続けていこうでありませんか。祈れないという人がいます。そうではなく、これは東大の教授が研究したんですね。それはやる気っていうのはもともと存在しないということが判明したんです。実はやった人にやる気はついてくるらしいんです。それで東大の教授が勧めているのが一番いいやる気を出す方法は筋トレだというんです多くの人がもう筋トレ嫌だと、やる気がない、でも筋トレをするとし始めると実はやる気が後からついてくるらしいんです。そしてもっともっとやりたいという情熱が湧いてくるらしいんです。そして他のことに対してもやる気が湧いてくるらしいんです。実は社長の多くがトレーニングをしていると。なぜかというと、皆さんトレーニングをするとすぐ決断しなければなりません。やりたくなくてもやるっていう、そしてしんどくてももう時間が来たのでやり始める、決心しなければならないんです。毎回が決心の連続なんです。なのでぜひ皆さん筋トレすることをお勧めします。なぜこんなことを言うかというと、御言葉を通して明確な啓示が与えられたんです。私は何度も何度も何度も御言葉を読んでたんですけど、その箇所が遮られてて覆いがかかって見えなかったんです。しかし最近その箇所を読んだ時、目が開かれて、そしてその啓示が与えられました。この、ヨハネの4章もう一回書いてくるんですけど、その箇所見たいと思います。第一テモテの4章、皆さんも知っている箇所です。第一テモテの4章、8節、もうこれはもう皆さんよく知っている言葉です。第一テモテの4章8節、一緒に読みましょう。はい、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、
今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。アメン。本当にパウロに私はもうこのことを感謝したいと思うんですね。いくらか有益だ、無駄ではないと。ぜひこれはとても重要です。なぜなら本当にグノーシス主義というものが蔓延し、肉体と霊を全部分けてしまったんです。そしてグノーシス主義の特徴的なものは、肉は全部悪です、そして霊だけが善です。しかしパウロの書簡読んでみてください。パウロは肉と霊をバランスよく合わせています。第一テサロニケの5章においては、主が来られるときに私たちの霊、魂、肉が完全なものとして主の御前に出ることができるように、私はその場所を読むとき最近霊、魂、筋肉がと呼んでしまうんですけど、まあそれは行き過ぎた自己解釈ですので、まあとにかくですねグノーシス主義の特徴的なものは霊と肉を分けて、そして霊だけが善である。なので教会もそういう風潮がありますよね。霊的なことだけが本当にこの優れていて、肉体に属することは悪である、そういうのものは偶像になる、筋肉トレーニングそれ偶像じゃないですか、筋肉トレーニングすればするほど肉的な人になっていきます。でもパウロ言ってます、少しは有益だよと。そして、まあ、それはなぜかというと、彼の特徴は同じようなものを合わせて言ってるんです。肉体の鍛錬と霊の訓練は同じような性質があると。もちろんこの肉体の鍛錬もいくらかは有益です。でも今の命と未来の命が約束されている経験、すなわち信仰の立て上げ、信仰のトレーニング、それは全てにおいて有益である、そのようにですね言ってます。そして次の言葉が目が開かれたんです。9節一緒に読みましょう。はい、この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。アメン。もうそのまま受け入れましょうこれはもう信じ、こんなことパウロ自分が言った後にアピールして言うことめったにないですよ。でもこれはもう真実です。そのまま受け入れてください、そんなふうに言ってるんです。なのでそのまま皆さん受け入れて、肉体の鍛錬、霊的な鍛錬両方やりましょうもうあれ、アメンがもう少ないですね。皆さんの目が開かれるように祈りたいと願います。これは完全に受け入れるのに値するとも書かれています。そうです、完全に受け入れるのに値する言葉である。それなのでなぜかというと、この肉体のトレーニングと霊的なトレーニング両方地道なんです。そして両方本当に始めやり始めるときにはもう嬉しくないんです。この、まあ、ボディービルの掛け声の中にですね、こういうのがあるんですね。そこまでなるには眠れない夜を何度も過ごしたでしょうという掛け声があるんです、まあ、いろんな掛け声があるんですね。大胸筋が歩いてるっていう掛け声もあるんですねとにかくいろんな掛け声があるんですけど、そのそこまでなるには眠れない夜を何度も過ごしたでしょうという掛け声、理解できなかったんですけど、トレーニングし始めるなら理解できるんです。なぜならあんまりにも筋肉痛で眠れない夜が幾日も続くんです。よくトレーニングしたら健康になるっていうじゃないですか。でもトレーニングすればするほど痛みが増し加っていくんです。眠れない夜が続くんです。いつまでこの関節の痛みが続くんだろうかと思うんです。私の睡眠時間はだいたい毎日4時間から、まあ、5時間寝れると長い方です。そして祈りに来ます。その短い睡眠時間も筋肉痛で何度も目が覚めます。眠れない夜が続く、その掛け声の意味がですね理解できました。まあとにかく地道なんです。痛みが伴います。しかしまたやろうと思うんです。なぜかというと、そのトレーニングすることが喜びに変わっていくんです。これは祈りと御言葉の生活と本当に似ています。皆さん、祈りと御言葉の生活は初め修行のように感じるんです。ああ起きなければならない、御言葉もう睡眠薬飲んでるようなもんだ本当に何やってても眠くないのに、御言葉読んだら急激に眠くなるんです不思議な力が御言葉にありますとにかく私たちが祈り御言葉の生活、祈りもそうですよね。他のことしてても眠くならないのに、祈り始めると急に眠くなります。そのようなことを経験するんですけど、そこに私たちが祈りの霊を受け取り、そして御言葉を読み始めるためには諦めないで続けていくことがとても重要です。初めは寝てしまいます。
はじめは御言葉読んでも全然理解できません。喜びがありません。楽しみがありません。苦痛を感じます。ああ早くもうこの御言葉読み終えて別のことしたい、そのように思う思いが働くんです。しかしこれを続けていくうちにこうなります。祈りがなくてはもう何にもすることができない。むしろもう祈らなければならないのではなくて、祈りたくて仕方がない。御言葉を読まなければならないのではなくて、もう御言葉を読みたくて仕方がない。上渇きがやってくるようになります。これは本当に肉体のトレーニングとよく似ているんです。苦痛が伴うんですけど、続けていくうちにそれが喜びとなっていきます。アメン。あ、なんかすごくいいですね。後ろでジョイさんとかパーディ君がすごくこううなずいてくれてるんですけど、あとでぜひジョイさんに話してみてください。もうどうやったらあんな筋肉がつくのかっていうぐらいですね、あ、筋肉をつけておられます。はい。まあ、とにかくですね、本当にこの肉体の鍛錬、霊的な鍛錬、パウロはそれをセットとして書きました。なぜならそれが非常に似ているからなんです。また別の箇所においてはボクシングの選手、またマラソンの選手、その選手と同じように主の栄冠を得ることに対してパウロは語っています。なぜならこのスポーツ選手はその栄冠を得るために自制します。栄冠を得るために訓練します。彼らは朽ちる冠のためにそれをしていると。その当時与えられた栄光の冠は月桂樹といって、この月桂冠といって月桂樹の葉っぱで編んだ冠だけだったんです。もちろんそれに基づき栄誉名誉も与えられました。しかし朽ちていく冠のために、しかもその当時のこのスポーツというのは過酷です。死ぬまで走ります。またこの剣闘、このボクシングもどっちかが死ぬまで殴り続けます。そのような戦いをする、それは朽ちる冠のために努力しました。しかしパウロは朽ちない冠、栄光の冠、主が与えてくださる冠のために私たちは自制する、そのように語っていることを覚えたいと願います。私たちの人生はレースであり、私たちの人生は戦いです。この信仰の戦いを勇敢に走り抜き、勇敢に戦い抜くことができるために、ぜひ皆様信仰の基礎体力をこのシーズン立て直そうでありませんか。ではどのようにして信仰生活の基礎体力をつけることができるんでしょうか。本当にシンプルです。もう一度言います。祈りと御言葉の生活です。それを通して私たちの信仰の基礎体力が整えられていきます。ヨハネの福音書の4章にもう一度帰ります。23節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって礼拝する、その時が来ます。霊だけではありません、誠によって。誠とは何でしょうか。別訳では真理と書かれています。もちろんこの誠っていう箇所を読むときに、真実な心、私たちの心を尽くし、もちろんそれも重要なことです。しかし御言葉が入れば入るほど、私たちは礼拝者として整えられ、立て上げられていくようになることを感謝いたします。もし私たちが真の礼拝者、父の心と一つになった礼拝者となりたいと願うなら、ぜひ毎日毎日御言葉を朗読しましょう。御言葉を口ずさみましょう。御言葉を蓄えましょう。そうするときに、その内側に蓄えられた御言葉が礼拝の中であふれるようになります。もし礼拝がなければ、どれだけまっすぐな心を持とうとしたとしても、神様とフォーカスがずれたものです。もし御言葉がなければ、時には私たちはパフォーマンスになってしまいます。御言葉がなければ、神を表すのではなく自分を表すものになってしまいます。しかし御言葉が蓄えられれば蓄えられるほど、私たちは主と一つ心になった礼拝者となることができます。それですので、この御言葉を私たちが朗読することは、とても重要な礼拝の訓練であり、礼拝者としての立て上げであるということを覚えたいと願います。イエス様ご自身も実は御言葉に基づいて賛美を捧げてました。イエス様、神の子なのに賛美するんですか。イエス様も賛美しました。最後の晩餐の時、彼らが食事をし、そしてオリーブ山に向かう時、聖書にはっきりと書かれています。賛美の歌を歌ってから、そしてオリーブ山に向かっていった。イエス様と弟子たちは父なる神に賛美捧げたんです。ではその賛美、何を歌ったんでしょうか。詩編。
そうです。詩編の何編歌ってるんですか。詩編のそこで歌った歌は明確に118編を歌ったんですね。なぜなら過ぎ越しの食事の最後に歌う歌が今でもユダヤ人の中では詩編118編の歌ですね。そこにはホサナという叫びがあります。またバルハバベシェムアドナイ、主の名によって来られるお方に栄光があるように、そのようにイエス様ご自身の王として来られることが歌われている歌、それが詩編118編です。彼らはその食事の後、詩編から賛美をし、詩編から礼拝を捧げました。初代教会においてはこの詩編の礼拝というのはとても重要な礼拝でした。コロサイの手紙、エペソの手紙、続けて書かれているのは、詩と賛美と礼の歌を持ってお互いに語り合い、神に向かって礼拝を捧げなさい。では礼拝者として整えられるためには絶対に御言葉が必要です。御言葉を続けて音読し朗読するうちに礼拝の礼が望むようになります。特に詩編はもう強烈な礼拝の油注ぎがそこにあります。詩編の中には今でも礼拝の礼がそこにうごめいています。なぜなら詩編という言葉自体がヘブル語でテヒリームという言葉ですね。それはイームというのは複数形ですので、テヒラがいっぱいある、テヒラが集まったというのが詩編のこの言葉です。ではテヒラとは何でしょうか。それは詩編の22編の3節の中でダビデは言いました。イスラエルの神はこの主はイスラエルの賛美の中に住まわれる。そこで使われている賛美はテヒラという言葉が使われています。その他にもですね、ヨシャパテが勝利をした時、ヨシャパテが賛美を歌って敵の軍勢打ち負かした時、そこで使われている賛美の中にもテヒラという言葉が使われています。ではそのテヒラとは何でしょうか。それは聖霊に満たされて霊の中で捧げる賛美、聖霊に満たされて私たちが主に向かって歌う賛美、それがテヒラです。その中に主が座を設けられる。それですので詩編は実は詩編全体がテヒリーム、神の息吹が吹き込まれ聖霊がうごめく礼拝、それが詩編の中にあることを感謝いたします。それですので毎日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 詩編を音読し詩編を朗読するうちに何が起こるんでしょうか。礼拝の霊が注がれます。私たちの内側から御言葉を通して礼拝の言葉が湧き上がるようになります。礼拝の泉が湧いてくるようになります。真理が私たちの内側を清め満たすようになっていきます。それですのでぜひ私たちは礼拝者として整えられるために毎日聖書の音読続けていきたいと願います。どこから読めばわからない方、いいかわからない方、詩編を毎日読みましょう。どこから読んだらいいかわからない方、福音書を毎日読みましょう。その中において私たちの中に信仰の霊が、礼拝の霊がうごめき働くようになることを感謝いたします。初代教会においてはそのようによって詩編により、また賛美、それは私たちが今前で歌詞が出て歌っているような歌詞のある賛美、そして霊の歌を持って聖霊に満たされて礼拝が捧げられ、それが一つとなって神の御前に立ち上っていきました。ダイナミックな礼拝が捧げられたことを感謝いたします。なので礼拝の一番素晴らしい学校、訓練、もちろん私たちがどっかの礼拝学校に行って学んでくるということは重要なことです。素晴らしいことでしょう。しかしもっと重要なことは毎日の生活の現場が礼拝の訓練の現場であるということです。ダビデはどこで優れた礼拝者になりましたか。羊を飼う中で彼は優れた礼拝者として立て上げられてきました。それですのでブラザーローレンスが経験したように、彼は料理を作る場所を礼拝の場所に変えてしまったんです。料理を作りながら神様を礼拝し、料理を作りながら神に感謝し、料理を作りながらひれ伏して主を礼拝しました。彼は生活の現場を礼拝の場所に変えてしまったんです。なのでこの祈りの家に来ることができないという方々、ビジネスで忙しい、その職場を礼拝所に変えてしまおうではありませんか。主婦の方々も家で子供に仕えながら神に仕えることができる、そのことは可能です。私たちの家庭を礼拝の場所に変えてしまいましょう。その料理を作ることができるのも主よ、あなたのおかげです、あなたの恵みです、主に感謝いたします。
この料理を作る恵みを与えてくださった主の名は褒むべきかな。そして主に褒め歌を歌い感謝を捧げながら料理を作るんです。そうするとき何が起こるんでしょうか。その場所が礼拝の場所に変わってしまいます。そして礼拝の中に主の臨在が訪れ、臨在の中に命がもたらされるんです。ということは何が起こるんですか。その料理全部が主によって祝福された料理となるんです。ブツブツ言いながら作ってみてください。皆さん毒が入りますしかし聖書の中にはっきり書かれてますよ。感謝して捧げるときに捨てるものは何にもないと、すべては神が作ったもので良きものになると。それですので私たちが感謝捧げながら料理作るとき、その料理に油注ぎが臨みます。そして本当に家族の中にも健康が与えられることを感謝いたします。ブツブツ言いながら家事をするなら皆さん不満が満ち溢れます。しかし礼拝しながら私たちが家事するとき、そこに主の恵みと好意が望むようになることを感謝いたします。すべての場所を礼拝の現場に変えてしまおうではありませんか。私たちはそのようにして日々の生活の現場の中で礼拝者として立て上げられていくこと、これはとても重要な礼拝の学校であることを覚えたいと願います。それですので一日一日が礼拝です。一日一日が主を賛美し、一日一日が主に感謝を捧げる、その歩みであることを感謝いたします。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する、この真理をイエス様はどこで語りましたか。エルサレムの神殿で語ったんでしょうか。祭司たちに向かって、あなたたちは誠の礼拝者たちだ、エルサレムの神殿で仕えている大いなる祭司たち、そうでありません。なんとこれをサマリアという町で、サマリア人ってどういう人々ですか。当時イスラエルユダヤ人たちはサマリア人とは絶対に関わりしなかったんです。サマリア人はもう汚れている異邦人、そのようなこの言葉がユダヤ人たちの間で言われました。なぜかというとサマリアはこの北イスラエルに属し、そしてそこに彼らはアッシリアから捕らえ移されていったんですけど、アッシリアは一つの政策を持ってこのサマリアに他の外国の国々の人々を連れてきて住まわせました。なのでですね、代表的な民族がそこに5人異邦人がそこにいたと言われているんです。なのでこの女はどうでしたか。5人と結婚したけど今は別の夫にいる、まさにこれがサマリアの霊的状況だったんです。いろんな民族が入り混じり、いろんな民族がいて、正式な神の民ではない、それがユダヤ人たちのサマリア人に対する言葉でした。そこに出て行きイエス様はなんとあのエルサレムの神殿ではなく、最も傷ついた多くの夫に見捨てられ、そして多くの恥を抱えた女性に対して誠の礼拝者の真理を解き明かしました。そして彼女はそのイエス様の言葉を通して変えられたんです。彼女を通してこの後にサマリアの町にリバイバルが起こりになることを感謝いたします。それですので皆様、私たちがどんな環境に置かれていようとその環境に負けてしまわないでください。私はもうこういう状況なので礼拝できない、こういう状況なので主に仕えることはできない、そうではありません。その私たちが置かれている現場が礼拝の場所です。子供に使いながら、職場に使いながら、忙しい生活をしながら、その場所で私たちは礼拝者として歩むことができることを感謝いたします。この山でもない、エルサレムでもない、サマリアの山でもない、主が求めておられるのは霊と誠によって礼拝する礼拝者が起こることを求めている、そのようにイエス様が言われていることを感謝いたします。では本当に忙しくて、あまりにもやることが多くて、礼拝する時間、祈りの時間がないという方々、その方々の捧げる時間は特別な時間となります。なぜなら2レプタの原則というものがあります。2レプタを捧げた女性がいます。約日本円にして60円70円ぐらいです。そこには多くの金持ちが宮で献金を捧げてました。しかしイエス様は金持ちの献金を評価したのではなく、2レプタ60円から70円捧げたその女性を称賛したんです。彼女は誰よりも多く捧げました。 なぜなら多くの人々はたくさん持っている中から捧げた。しかし彼女は持てるものの全てを捧げたからです。彼女は持っているものが少なかったんです。でもそれを主に捧げたとき、主はそのことを評価されました。
あんまりにも忙しくて時間がない。でもその人が10分、20分作って主に捧げるとき、その捧げ物は主の心を喜ばせる特別な捧げ物とされることを感謝いたします。なので私たちは生活環境に負けてしまわないように決心しましょう。私たち全員を主は礼拝者として召してくださっています。日々の生活の中で祈りと御言葉の生活、これを立て上げていくこと、共に目指したいと願いますが、これが終わりの時代に勝利していく基礎体力となります。先週も言いました、私たちが教会に集まれなくなるってことは本当に一瞬にして起こることです。このコロナのシーズンはとても重要な訓練となりました。そして今韓国においてはですね、もう韓国は政府が本当にこの教会に対する圧迫をどんどん強めてます。なぜかというと教会の中でどん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 感染者が出ていくので、このキリスト教の関連に対するこの集まりに対する圧迫、また世の中の圧迫、それがどんどん強くなっているんです。今まではですね、私たちの願い、そして多くの教会が求めるのはメガチャーチでしたね。メガチャーチがブームでした。本当に大きな教会、大きな建物、大きな人々、たくさんの影響力、それを求めたんです。しかし今皮肉なことにこのコロナを経てですね、メガチャーチであればあるほど難しくなり始めてるんです。人々が集まったり、今までの活動を維持する、あまりにも体が大きいのでそれを維持するのが本当に困難になってきます。主はある意味において、もちろんこれは皆さんメガチャーチを批判しているわけではありません。メガチャーチの中にも素晴らしいことはたくさんあります。でも初代教会においても彼らはエルサレム教会をとにかく大きくしようとしました。そしてエルサレムにおいてたくさんの弟子たちが増え広がっていったんです。彼らはエルサレムに安住したんです。そして聖書にはっきり書かれています。ユダヤ人以外には福音を伝えなかったと書かれているんです。その時主が何をされたんですか。教会を揺り動かします。パウロを通し、多くの迫害者を通して教会が揺り動かされるんです。そして彼らは散らされていきました。サマリアに行き、そしてサマリアからその後には、まあ先ほどパウロと言ったんですけど、その当時迫害していた当時はサウロですね。サウロが後に改心した後には、このサマリアだけで福音宣教はとどまることなく、パウロを通しバルナバを通してアンテオケ、異邦人の中へとどんどん福音が広がっていきました。その始まりはどこから起こったかというと、迫害から揺り動かされることから、彼らが散らされることから起こっていきました。それですので皆さん想像してみてください。もしこれから私たちが教会に集まれないという時代がやってきたとしても、私たち全員が宣教者になる必要があります。私たち全員が主から養われ、また人々を集められた2人3人かもしれません、その人々を養っていく。先ほども言ったようにヘブルの手紙には、いつまでも血のみ子のように父を求めるものではなく、年数からしたら教師になっていなければならないと書かれているんです。御言葉を今度は与えるものになろうでありませんか。そういうことを言うとある人は言います。ヤコブの手紙の3章1節には、多くの人が教師になってはならないと書かれていると。これは新約聖書の原文を調べると、その教師というのは御言葉を教える教師ではなく、うるさく人を指摘するものという意味があるんです。まるで先生かのように、あなたにはこの問題がある、ここには間違いがある、あなたはこのことがおかしい、そのように人を指摘するものになってはならないと。なぜなら自分自身が欠点だらけだからです。しかし私たちは年数からすれば御言葉によって養われ、今度は御言葉を持って人々を養うものになっていく必要があります。散らされた時、家庭の中において、散らされた時、数人の集まりの中において、私たちは相変わらずこの礼拝が続いていきますように、祈りの生活が続いていきますように、この場所にたとえ集まることができなくなった場合があったとしても、私たちは必ず使わされた場所で礼拝をすることができることを信じます。それですので、ある方々が明かしてくださったことは本当に素晴らしい励ましでした。このコロナのシーズン、自粛期間、集まることができなかったと。でももちろん神の家族に会いたいという願いはあったけど、もうどうしても辛くてたまらないというものはなかったと。同じ喜びがあった。なぜかというと、毎日の生活の中に祈りがあるからです。毎日の生活の中に礼拝があるからです。相変わらず家庭の礼拝が続いていたから、
なのでもちろん兄弟姉妹に会えないのは寂しいと思ったけど、それによって自分の信仰が弱り果ててしまうということはなく、むしろ喜びがあふれてました。そのようにあるご家族が明かしてくださったのは本当に大きな励ましとなりました。ぜひ皆様、祈りと御言葉の生活を立て上げていきましょう。それが私たちの基礎、土台となっていきますように。とにかく祈りと御言葉が重要ですアメン。私たちは祈りと御言葉において本当に今何を選択すべきか、神様が知恵を与えてくださいます。力を与えてくださいます。そしてこれが終わりの時代に戦い抜く武器となるんです。なぜなら最後の時代の戦いは、皆さん何が戦いですか？最後の一番の戦いは礼拝です。黙示録読んでみてください。13章、何を礼拝するかです。13章においては、獣を礼拝した者が獣の数字を押されます。ではサタンが何を憎んでいるか、そこに書かれているんですね。黙示録の13章8節、あ、失礼しました、6節。黙示録の13章6節、サタンが、反キリストが立ちます。権威が与えられます。では彼が権威が与えられて一番最初にしたこと、それは何でしょうか？人々に666の印を押すことでしょうか？そうではありません。その前に彼が権威を与えられて一番最初に宣言したことがあります。黙示録の13章の6節、一緒に朗読していきましょう。はい。そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。アメン。ではサタンが一番最初に、この反キリストが権限を与えられて一番最初にすることは何かというと、神の皆を罵るんです。私たちは神の皆を礼拝するために集められています。主の皆に栄光を期すために集められています。しかし反キリストは神の皆に反対します。以前にあるアメリカの牧師の証を聞きました。まあ、日本語にはですね、まあ、日本語も最近の若者は汚い言葉っていうのが増えてるんですけど、しかしですね、アメリカにおいては神を罵るような言葉が普通の言葉で使われます。本当に汚い言葉が多くアメリカの、まあ、英語にあります。あるレストランにおいて神を罵る言葉をたくさん使っている人がいました。その時一人の牧師がもうその言葉に我慢できなくて立ち上がって、そしてイエス様がどれほどに真実で、どれほどに素晴らしくて、イエス様がどれほどに大いなる方であり、このお方がどれほど誉れと賛美を受けるべきお方か、大声で言ったんです。そうするとその神を汚す言葉を言っていた人が立ち上がって文句言いました。なんでそんなことを大声で言うんだ。そうすると牧師は言ったんです。あなたが神を罵る言葉を大声で言う権利を持っているのであれば、私も大声で神を褒めたたえる権利を持っている。私も大声で神を賛美する権利を持っている。そのように神を褒めたたえたんです。反キリストが一番最初にするのは神を呪い、その皆を汚します。そして続く言葉、なんて書かれていますか？神の皆だけでなく、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。その幕屋、主と共にいる者たちはどういう者たちですか？黙示録の7章を読むと、昼も夜も神に仕える、昼も夜も神に礼拝する、昼も夜も主ご自身を褒めたたえる、すなわち礼拝者たちです。礼拝者たちに対して反キリストは罵りの声を上げます。それが彼が権限が与えられた一番最初にしたことでした。皆さん、私たちに権限が与えられて一番最初にすること、それがその人の心の中にあることです。ダビデは権威、王としての権威が与えられて一番最初に何したんでしょうか？契約の箱をエルサレムの中心に持ってきました。ヒゼキヤ王は王としての権威が与えられた最初に何をしたんでしょうか？閉じた宮の門を全部開けて礼拝を回復したんです。皆さん、私たちも主から権限が与えられて礼拝を回復しようでありませんか？最低でも私という人生に対する権限が与えられています。この私の内側に礼拝が回復していきますように、礼拝者の心が回復していきますように、礼拝の歩みが回復していきますように、主は礼拝者を求めています。逆に言うなら、サタンは礼拝する者たちを罵っています。そのことを覚えたいと願います。それですので、最後の戦いは礼拝の戦いです。
なぜならこの後を見ると獣の像を拝むのか主を礼拝するのか、それによって区別されていきます。もしですね、まあ、この大観覧とかいろんな話がありますが、でもある意味においてはもう北朝鮮においては今もう大観覧時代のようなもんです。ある意味においては他の国々においては、中東の国々においてはイエスを礼拝するか首を切られるか、そのことを選択されることが多くあります。過去の日本においてもそういうことがありました。皆さん、例えばその殉教の道に行くとき、今選択しなさいというときにどうしようかって迷い始めたら、もう絶対私たちは恐ろしくなって主を否むようになります。ではそのような選択する場に行っても、それでも主を礼拝します。それでも主を、殉教しても主に仕えます。どうやってそれを言うことができるんでしょうか。それは毎日続けることです。毎日の生活の中で主よ、不満が出てきます、痛みがあります、それでも今日主はあなたを礼拝いたします。心の中に傷があります、悲しみがあります、弱さがあります、失敗があります、それでも主よ、今日この一日の中において私はあなたを礼拝します、私はあなたに感謝捧げます。そのことを選択し続けた者が、たとえ獣の像の前に立ったとしても、獣の像ではなく主よ、あなたを礼拝いたします、それを選択することができるようになることを感謝いたします。そして私たちは礼拝を通して敵の技を打ち破っていき、礼拝を通して神に反対するその力を打ち負かしていくことができる。詩篇149編5節から6節、これは終わりの時代の戦いの姿です。詩篇149編5節から6節、ご一緒に朗読していきましょう。朗読したいと願います。はい。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え、彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。アメン。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え、彼らの口には神への称賛があるように。私たちは主を褒めたたえ、主を賛美し、主に感謝することを通して、この後にはこの国々に復讐すると思う7節に書かれています。また詩篇の8編には、幼子の口の賛美を通してこの敵を打ち負かすということが書かれています。ではこの賛美が、礼拝が私たちの戦いです。ではその武器は何でしょうか。その手には諸刃の剣があるように。では剣は一つの刃だけではなく両刃があります。私たちは祈りだけではなく御言葉を持って勝利していきます。御言葉だけではなく祈りを持って打ち勝つことができます。これは2つ切り離せないものなんです。どっちの刃、一方の刃だけでは勝利できません。2つの刃が揃うときに私たちは敵の技を打ち負かしていくことができます。礼拝の武器はこの諸刃の剣、両刃の剣、その両刃は祈りと御言葉です。では最後まとめます。パウロはこの両刃の剣を持って戦いしました。彼の福音宣教はこの両刃の剣を持って勝利をしていきました。第2コリントの6章7節。第2コリントの6章7節。ご一緒に朗読したいと願います。はい。真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、アメン。彼は左右に武器を持っている、二つの武器を持っている。その武器は何かというと、その前にかかる言葉、真理の言葉と神の力、この二つの武器を彼は携えて、そして宣教、福音宣教において勝利していきました。では今日のまとめです。真理の言葉、それは何でしょうか。御言葉です。そして神の力、それはギリシャ語ではデュナミスという言葉が使われています。では私たちはどのようにして聖霊の力、神の力を受けることができるんでしょうか。それは祈りの生活です。私たちが祈り、聖霊様と交わるとき、デュナミスの力、よみがえりの力、復活の力、聖霊の力が私たちを満たすようになることを感謝いたします。この御言葉と祈り、祈りと御言葉、この2つの武器を通して私たちは敵の技を打ち破っていき、礼拝において勝利し、
神の御心がこの地上に成し遂げられるために、そしてイエス様が戻ってこられるその道を備えるために使わされゆくものとなることができることを感謝いたします。どの場に使わされたとしても、私たちが職場においても家庭においても、集まれても集まらなかったとしても、どの場所においても私たちは礼拝者です。その礼拝の訓練を今日という日々の生活の中でしていこうでありませんか。祈りと御言葉、御言葉と祈り。なので今日から始めましょう。御言葉を読むことを始めたいと願います。いやでも御言葉読めない、いや読めないんではなくて、あ、読まないんですそして読み始めると読むための油注ぎ与えられます。確かに読めないんです。この油注ぎがなく目が閉じられているので読めないんです。でも読めないからといっていつまでも読まない。安守してください。安守で読めるなら私も安守してもらいますどれだけ安守しても読み始めなければ読めないんです。またトレーニングの話して申し訳ないんですけど、トレーニングの器具買ってもやらなければ筋肉つかないんです。運動の DVD 何本買っても見てやらなければ一切エクササイズされません。油注ぎ山のように受けたとしても開かなければ御言葉読めないんです。でもはっきり言います、御言葉読み始めるなら油注ぎはやってきます。御言葉読み始めるなら悟りがやってきます。御言葉読み始めるなら上渇きがやってきます。御言葉読み始めるなら目の覆いが取り除けられていきます。そして私たちは御言葉を悟る力、主が与えてくださることを感謝します。それなのでですね、本当にあもう予言的な今日あの力を受けたんですね。この礼拝が始まる前に誠兄弟、織江姉妹がやってきてですね、何か T シャツがある、プレゼントがあるって言ってくれたんです。そしてその T シャツ着たらですね、ここに Just Do It と書いてあったんですね。これ予言的な宣言です。皆さん Just Do It、 やるだけですどう御言葉を悟ればいいんですか。読むだけです。祈れない祈れない祈れない、祈り方がわからない、祈るだけですぜひですね、それをやり始めると、それをするための油注ぎと力が与えられます。もう言い訳するのをやめましょう。3秒の法則っていうのがあります。5秒でも構いません。言い訳する前にもう 1,2,3,4,5 数えてやろう、動き始めるんです。実は人は5秒過ぎると言い訳し始めるらしいんです。朝6時に目覚ましかけます。今日の朝の時間は祈ってから職場に行こう。目覚ましが鳴ります。そしてああ、まずやってくるのはもう眠たいんです。皆さん朝パッと起きれる人珍しいです。だいたい朝眠たいんです。それで5秒以上待ち続けると言い訳が脳の中でスタートします。いや今日仕事忙しいじゃないか、朝これ起きてこの時間寝て昼間に祈ろう、いや今日はもう起きるのにふさわしくない。そうすると言い訳し始めて私たちはまた眠りにつきます。言い訳する前に立ち上がるんです。そして言い訳する前に祈りの場に つくんです。その時何が起こるんでしょうか。それを繰り返していく時にもう祈りが喜びになっていきます。それを繰り返していく時、祈らずには何にもできなくなってしまいます。それを繰り返し行ううちに祈りの中で主と出会うようになっていきます。なので今日のメッセージの本当にシンプルなまとめ、ただやるだけです以前にですね、ニューヨークに行った時にですね、ニューヨークの祈りの家をしたいという先生がいたんですね。そして私の友人のある先生がですね、名古屋の沢口先生おられるんですけど、いろいろ御言葉を開くんですけど、そのニューヨークでは一回も御言葉開かずにですね、そしてなんとですね、そのメッセージ、やれよっていうメッセージだけしたんです後で先生に言ったんです。先生今日一回も御言葉開きませんでしたよ、聖書の話もしませんでした。先生が言ったこと、やれよって言っただけです。ただの精神論ですよでも時には私たち必要です。本当にただやりましょう、ただチャレンジしましょう。そうするときに本当に祈りと御言葉の習慣が築かれていきます。習慣というのは本当にやり続けなければ築かれないんです。なので今日からその祈りと御言葉の習慣を私たち自分自身の投資として、
本当に永遠のこの経験に対する訓練としてこれをしたいと願います。そして本当に最終的には永遠の報いという偉大な報いがそこに用意されていますので、皆さんここに投資して無駄になることは絶対なりません。祈りと御言葉の生活をして損したっていうことは絶対ありません。もう最終的には本当に天国行って感謝するはずです。あの時大変だったけど やり始めてよかった、あの時 大変だったけどスタートしてよかった、主はあの時に機会を与えてくださったことを感謝します。もう祈りと御言葉の生活して損したという人がいるならどうぞ文句言いに来てください。そしたら主にお願いします、主よ損したって言うんですどうかあなたが報いを与えてください。損することはありません。必ず主は報いをくださいます。なので祈りと御言葉の生活が回復し、礼拝の生活が私たちの中に築かれていくように最後にお祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。本当にこの祈りと御言葉の生活を通して私たちは礼拝者として、真の礼拝者として整えられ、立て上げられていくことを感謝いたします。主が求めておられるのは礼と誠によって礼拝する礼拝者たちです。主と心一つになったものに主は力を表してくださることを感謝いたします。どうか主よ、この時代において私たちを真の礼拝者として起き上がらせてください。黙示録11章においては主はその至聖所だけではなくて、そこで礼拝する人々を図っていると書かれています。主は礼拝する一人一人の心を見ておられます。礼拝する一人一人の歩みを見ておられます。どうか主よ、私たちをどの場所においてもあなたを礼拝する礼拝者として立て上げてくださることを感謝いたします。主婦の方々は子育てをしながら、家事をしながら、子供に使いながら、その場所を礼拝の場所に変えてしまうことができますように。ビジネスマンの人たちは職場に使わされ、その場で働きながら、しかしその場所で礼拝し、その場所で御言葉を読み、その場所で主に感謝を捧げる、その歩みが回復されていきますように。学生の人々も学校生活の中において、日々の歩みの中において、家の時間を、また学校の時間を、全ての場所を礼拝の場所へと変えてしまうことができますように。私たちは生きること、それ自体が主をあなたへの礼拝として、主が買い取ってくださっていることを感謝いたします。寝ていても起きていても我らは主のものであること、ありがとうございます。今日特に願い求めます。主よ、礼拝の霊を我らの上に注いでください。主を愛する心が新たにされていきますように。そして祈りと御言葉の生活が私たちの中に回復していきますように。今一曲賛美をした後、一言祈りたいと願います。共に賛美の中で立ち上がり、私たちは礼拝し、主を見上げてまいりましょう。待ち望む
今胸に手を置いてください。今日願い求める主からの相続、分与、油注ぎは派手なものではありません。でも本当に重要なものです。打ち破り、突破、もちろんそれらが必要です。癒し、解放、自由、それらが必要です。でも私たちが約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐であると書かれています。それですので今日一緒に求めましょう。忠実さが与えられますように。先ほど賛美の中で歌ったように、本当に良い時だけでなく、辛い時も倒れる時でも確信失う時でも諦めそうになる時でも、私たちは着実に続けていく、その歩みを持つことができますように。時には疲れ、時にはできないことがあるかもしれない。でもまた立ち上がって祈りと御言葉の生活を繰り返し繰り返し繰り返し続けていくことができますように。時には突破が見えない、油注ぎが来ない、本当に答えがわからない、そのような時が来ます。それでも着実に祈りと御言葉の生活を続ける、その忍耐力が与えられますように。今私たちのうちにその忍耐と、そして忠実さ、毎日続けていく、その力が与えられるように、主の前に願い求め、一緒に祈り求めていきましょう。主に願い求めるものは何でも主はくださると約束してくださっています。それですので、イエス様の名によって主の前に祈りたいと願います。イエス様、その叫び声を上げて、私たちの中に主の忠実さ、もう一つだけ言います。イエス様の呼び名は黙示録19章においては忠実、真実と呼ばれているんです。イエス様ご自身が忠実なお方であられることを感謝します。そのお方の忠実さが私たちの中に分与されていきますように。共にイエス様、叫び声を上げて一緒に祈ってまいりましょう。はい、イエス様、主よ、我らのうちに祈りと御言葉の生活が回復され、勝利していくことができますように。祈りと御言葉によって打ち勝つことができますように。主よ、あなたの前に願い求めます。私たちがこの祈りと御言葉、本当にこの人の目には小さなものに見える、でもそれを見失うことがないように助けてください。イザヤ書の中の御言葉を今祈りの中で思い出しました。本当にその当時のユダヤ人たちが、エルサレムの住民たちが大きなものを求めてました。大きな力、大きな流れ、大きな、そのような影響力。それなので主はその大きな流れによって、濁流によって彼らが飲み込まれると言われました。あなた方は小さな流れ、シロアハ、その本当に主の小さな流れをないがしろにしている。そのように主がイザヤを通して語ったことを覚えます。どうか主よ、私たちはその小さな流れ、祈りと御言葉、毎日着実に主と出会うこと、そのことを見失うことがありませんように、忠実さを私たちの中に与えてください。何かこの世に起こる大きなことや出来事や、そのようなものに心を奪われてしまうのではなく、着実に毎日毎日毎日主よ、祈りと御言葉を通してあなた様と出会わさせてください。そのことを通して、この後どのような時代が来ようとも、必ず打ち勝つ力を主が私たちに与えてくださることを感謝いたします。試練や困難、迫害さえも耐え抜く力、初代教会の中にあった霊性が、今私たちの日々の生活の中で主が私たちに築き上げてくださることを感謝いたします。黙示録12章の中においては、教会が、主の花嫁が、主の約束の民が荒野に行きました。その場所は彼女に備えられた場所、荒野、その居場所であると書かれています。どうか主よ、毎日祈り御言葉を本当にこの朗読すること、時には荒野のように感じます。味気のない、本当に派手なもののない、しかしそこにこそ私たちの養いがあることを覚えます。そこにこそ私たちの力があることを覚えます。
そこでこそ神の声を聞くことができることを感謝いたします。そしてそこでこそ私たちはこの時代において荒野で叫ぶ者の声になることができることを感謝いたします。主は私たちを荒野で養ってください。そこでマナーを食べることができますように。主の真理が開かれていきますように。もう一度主の御前になりましょう。本当にこの荒野で私を養ってください。日々の生活の中で礼拝者として立て上げてください。主よ、叫んで祈っていきましょう。はい、主よ、主あなたと出会わさせてください。毎日の生活の中で祈りと御言葉を通して霊の鍛錬がなされていきますように。霊の体が強められ内なる人が立て上げられキリストの似姿が回復していきますように。試練困難誘惑戦いに打ち勝つその信仰が築き上げられていきますように。アメン。素晴らしい。一緒に感謝の拍手を捧げたいと願います。この1週間1日1日が私たちの礼拝の場所であり1日1日が礼拝者としての立て上げの日々であることを感謝いたします。もう一度我らの主に感謝の拍手を捧げそして聖餐式を持って主の契約に立ちたいと願います。ご着席ください。この聖餐式は私たちがイエス様の契約を覚えるその時間であります。信仰告白そのものです。私たちがこの聖餐式を持って杯主の御体に預かるとき主と一つになるその恵みが与えられることを感謝いたします。それですのでそれぞれ心を吟味し今私たちはパンと杯を受け取っていきたいと願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、この聖餐式に預かるにあたって私たちの心を主が新たにしてくださることを感謝いたします。主の契約を覚え十字架の契約に立ちそして私はキリストのものであること、そのことを思い起こさせてください。そしてこの聖餐式を持ってお願いします。すべての暗闇の鎖が断ち切られていきますように。聖餐式を持って十字架の御業、贖いの技が我らの上に臨みますように。この聖餐式そのものが儀式ではなく、そして私たちの習慣ではなく、この聖餐式が信仰の告白、信仰の宣言とされることを感謝いたします。今日新たな信仰を持ってこの聖餐式に臨みます。聖霊様がこの聖餐式を導いてくださることを感謝し、愛するイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。一曲賛美を持ってパンと杯を配りたいと願います。両手ですね、ぜひ受け取ってくださればと願います。の血で父の前にイエスの血で神の前に一歩ずつ進むイエスの血で神の前にイエスの
地で父の前にイエスの地で神の前に一歩ずつ「イエスの地で神の前に」「イエスの地で父の前に」「イエスの地で神の前に」「一歩ずつ」すべての方々に行き渡ったでしょうか。もしまだパンと杯が受け取っていないという方がおられたら手を挙げてください。はい、後ろにですねいますので、はい、ありがとうございます。杯をですね受け取っていただきたいと願います。ではお祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。この聖餐式の中に信仰の息吹を吹き入れてくださり、私たちが信仰を持ってこの聖餐式に臨むことができますように。これは私たちの本当に予言的な、また信仰における宣言告白となり、実際的な罪の許しと贖い、そして私たちの囚われからの解放、また咎からの自由、呪いからの解放、全ての癒しがもたらされていくことを感謝します。イエス様の十字架には贖いの力が満ち溢れていることをありがとうございます。今日信仰の礼の中で私たちは共にこの聖餐式に預かることができることを感謝いたします。パンを掲げてください。これは我らのために裂かれたイエス様の御体です。この十字架通して、イエス様が裂かれたことを通して私たちは許され、癒され、完全なる贖いがなされました。信仰告白を持って受け取りたいと願います。短く一緒に宣言してください。これは私のために裂かれた御子イエスキリストの御体です。罪の許しと全ての癒し、回復と命を今自分のものとして受け取ります。アーメン。共に受け取りましょう。
杯も掲げてください。短く宣言したいと願います。続けて告白してください。これは私のために流された尊き神の子羊イエス・キリストの血潮です。罪の清め、永遠の契約を今自分のものとして受け取ります。アーメン。共に受け取りましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。この十字架の契約、どんなものも断ち切ることができない、そのような契約を結んでくださったことありがとうございます。愛されないものを愛すると呼び、神の民でないものを神の民と呼ぶ、そのような恵みにイエス様の十字架を通して預かったことを感謝いたします。このイエス様の血によって私たちは清められ、覆われ、その中において宣言することができることを感謝いたします。この世のどんな汚れも嫌みも暗闇もウイルスも病の力も私たちにまとわりつくことはできません。私たちはイエス様の血によって覆われ、贖われた者たちだからであります。イエス様、この十字架の恵み、十字架の道を一日一日感謝を持って進むものとさせてくださることを感謝いたします。この十字架の贖い恵みを感謝を持って受け取り、高さも深さもこの世のどんなものもキリストイエスにある神の愛から私を引き離すことはできないことを感謝いたします。すべての恵みの源であられる我らの主イエスキリストのお名前を通し感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手を下げてまいりましょう。アーメン。感謝いたします。そして杯を回収し、賛美の中で礼拝を閉じていきたいと願います。イエスの血で、イエスの血で神の前に、イエスの血で父の前に、イエスの血で神の前に、一歩ずつ進む。イエスの血で、イエスの血で神の前に、イエスの血で父の前に、イエスの血で神の前に、一歩ずつ進む。聖なる聖なるイエスの血が私を新しくする、聖なるイエスの血が私を作り変える、聖なる聖なるイエスの血が私を新しくする、家族を作り変える。
感謝いたします。この1週間の私たちの歩みの中に祈りと御言葉、その基礎を築き上げれることを私たちはここに決心いたします。どうぞこの祈りと御言葉に私たちは献身しますから、どうぞ私たちのうちに御言葉をさらにさらに開いてくださって、その真理によって私たちが打ち勝っていくことができますように導いてください。今週1週間のそれぞれの歩みの中に神様あなたが絶えず共にいてくださって、私たちを強め励まし、この終わりの時代にあっても勇敢に最後まで立ち続けることができますように導いてください。その力が私たちのうちに注がれていることを感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。もう一度主に大きな拍手を捧げましょう。メン。それではお隣の方に Just do it と挨拶してこの礼拝閉じていきましょう。感謝します。